はい、お世話になっております。旭ヶ丘町内会の久保でございます。今日は令和2年の6月22日です。3、4日前に緑会さんからね、公園の除草剤をちょっと取りに行ってもらえないかということで、お問い合わせをしてくれないかということでね、問い合わせをしまして、広島市の方に連絡すると、公園緑地課さんっていうのがいらっしゃって、そこで除草剤をね、配布しているそうなんですよ。除草剤ですね。で、公園の方ね、除草剤を撒いてくださるのかどうなのか分かりませんけども、必要だということなんで、取りに行ってきますねということで、今日行ってまいりました。暑かったですね。うん、で、これから動画をお見せしますけども、まずね、結論から言うと、車は、軽自動車でも十分 OK です。除草剤ってでかいのかなと思ったら、このぐらいですね。このぐらいのボトル、800cc とかあの辺のボトルが、我が町内は24本いただけることになっていたみたいです。公園の面積とかね、公園の個数とかによっても変わるみたいですけどね、我々のところは24本支給されるということなんで、お車で行かれてください。ただ12階に公園緑地課さんがあるんで、その辺はね、手で持って帰るとちょっと大変なんで、台車を1台持って帰るといいのかなと思います。ちなみにその市役所の方でも台車は貸してくれるんでしょうけども、車の下と返しに行かなくちゃいけないのがめんどくさいなと思いましたので、私は自宅から持って行きました。で、細かいこと言うようですけども、質問があったんでお答えしますね。こういうふうな市役所に取りに行って帰ってくる、車誰が出すのと、ガソリン代、交通費は全部、これはね、行く人の懐でございます。ですんで、ちょっとね、それがね、めんどくさいなとか思う方もいるかもしれませんけども、いや、そのめんどくさいを少しずつ負担し合ってね、街ってのできてますんで、やらせていただきましょう。ということで、動画の方をどうぞ。旭ヶ丘町内会の久保です。これからね、福山市の公園緑地課さんに行きます。要件は、公園の除草剤を取りに行くんですよ。除草剤は東武市民センターではいただけないそうなんで、ちょっと遠いんですけども、福山市役所の方に行ってまいります。で、心配なのが、どのぐらいの除草剤の分量なのかなってことなんですよ。軽自動車で行ければいいんですけども、そうじゃなかった場合のことを考えて、こっちのね、ミニバンで行こうと思います。で、このね、1個か2個とは限らないんで、10個ぐらい旭ヶ丘町内会はあげますよって言われちゃいけないんで、一応手押し車も用意していきます。じゃあ行ってきます。はい、こんにちは。除草剤いただきまして、旭ヶ丘はね、24本だそうなんで、分量でこのぐらいです。台車は必要だと思いますね。で、公園緑地下12階なんで、ダイエットしたい方は私みたいに階段で登ってください。ヘトヘトです。それでは行ってまいりました。こんにちは。令和2年の6月22日午後2時なんですけども、今市役所の公園緑地下に行って、除草剤を取りに行ってきたんですよね。で、町内会館のこの倉庫に入れるように小田原さんに、昨日ね、聞いてきたんで、入れようかなと思ったら偶然これ空いてました。偶然空いてたんで、そのまま入れさせてもらいますね。それではお疲れ様でした。入れときます。はい、ということで動画いかがだったでしょうか。ちょっと長くなりましたね。何にしてもね、取りに行って持って帰ってきて、公園の例の場所にね、入れたということでございます。ご活用くださいませ。安全にね、注意してされてくださいね。それではまたよろしくお願いします。